はい、別館です。今日もですね、はい、ちょっとね、小室母子に見る、女の幸せ、あるいは愛こそは全てかという ね、 ねあのビートルズの、ね、はい、歌にオールニーディーズラブっていう ね、 ね、愛こそは全てという、まあ、翻訳 の、 あの歌がありましたけどね、はい、ちょっとまあちょっとこう今日はちょっと静かに普通にね、ちょっと、まあ、いつもそうのつもりだけど話してみたいのはあのつまり孫内親王殿下は小室母子 の、 の、ね、世界、そっちに行きたいと、まあ、特に、まあ、息子さんなんだけどね、はい、でもパッケージ見られてるからね、今小室っていうのは、というのはそちらに嫁さんに行くって感じが結構あるんだよね。そうですよね。あの皇室のから出て功績を離脱して、それで一個の女性としてね、愛を貫き、ね、自分のどんな皇室のね宿命、まあ、2600年続いたその末裔であろうとも、ね、あのお父上、次の天皇になられる皇嗣殿下がどれだけ辛い思い、大変な思いをしてね、あのこれは教育が悪いだなんだとか今盛んにバッシングされてるでしょ、はい、まあ、はっきり言うと私というものを優先したわけですよ、うん、皇族というのは、あるいは天皇とか内親王殿下とかこういうね皇族の皆様っていうのは私というのをあのないもの、私よりもまず国民というものを、国民を大御宝として見て私をまず、まあ、殺すわけじゃないけれども、うん、私を出さない、こういうようなことが実は天皇をはじめとする皇族の皆様のあれだったんで、ただねちょっとまあこれはちょっと変わってきたのは、今の今上陛下、皇后陛下 の、 あの私はあの短歌というか和歌が好きなんで、ずっと皇族あるいは天皇の御声あるいは皇后のね、あの身歌、こういうものをずっと見てきたつもりなんですけど、ほとんど自然を歌うか人々の幸せを願うような歌が天皇陛下はじめ国を思い、国民を思い、あるいは日本の自然、美しい歴史や伝統を思うような歌がほとんどなんです、うん、ところが、まあ、ちょっと様変わりしたのは平成からだったですね、あの皇太子時代の今の皇后陛下、やっぱりあのお子様愛子様のね、愛子内親王殿下のやっぱりご成長を喜ぶ歌とか、あここは実は私はちょっと指摘したんですけど、あまり騒がれもしなかったし、あれもしなかったんで、これもしかしたらというか、今回初めて実は皇族の皆様は私のことを言い出した。だから世界の日本の赤ちゃんたちがすくすく育つことがよこれとね見たよっていうのは歌ならまだいいんだけど、母親としての私としての歌が初めて皇后陛下の身歌、あ皇太子妃のね、妃殿下の身歌として出てきたんで、あこれはちょっと様変わりだなと。それからあの今の今上陛下が皇太子時代にあの政子の人格がねというと、人格という言葉を使った、その今言ったように今までの皇族のねというね、あるいは皇族の在り方というよりも人格ってのはないんですよ、人権もないんです実はね。だけどそうじゃなくて今回そういうところにあったんですけども、今回の眞子内親王殿下は極めてだからそれをね、まあ、貫かれた、うん、つまり皇族としての全て、それは喜びとか誇りだけじゃなくてね、責任義務も全て私を優先させた、つまりあの人と結婚したいね、父上母上のご迷惑、あるいはもう一つ先の今の上皇后陛下までこの問題について研究なさったわけでね、はい、ここまでやったという重みを全て自分の愛こそは全て、小室圭さんとの結婚、あるいは小室母子とのね、そこに嫁に行くこと、これを優先してしまった、
本当にこれは私はね、天皇陛下、上皇后陛下、上皇陛下、天皇陛下をはじめとしてね、秋篠宮皇嗣殿下の心中、本当にあまりあると思いますね。誰でも子供の幸せみんな願って幸せな結婚やね、幸せな、どうせね、その結婚すれば平民になるわけですから、そこのところをね、やっぱり私を最優先させてしまったね、いうこと、このことについての痛みは本当に終わりにならないのかと、本当に愛こそは全てでいいのかと、まあ、先週もねちょっと木曜日、じゃなくて先週の時ローマの休日の話しました。恋をしても最後は役割に戻ってく、美しい恋の一晩二晩のね恋がそこで終わる、でもそれでもこの思い出を一生胸の中にやりながら国民のためにの義務を果たそうと王女としてねやるとオードリー・ヘップバーンの姿っていうのはやっぱりいつでもね私よりも公のためみんなのためにその一人はみんなのためにというね、こういうことが優先されなかったことは、恋そのものはご当人たちは美しいものかもわからないけれどもね、周りから見たらいろんな意味で思いを遂げられない人たちたくさんいる、恋だけじゃないですよ、恋だけじゃなくて仕事とか人間関係とかこういうものあるじゃないですか、それうまくいかないことがね、あることをみんな世間の人知ってるから、それが愚かしいことのように見えてしまう、あるいはエゴイスティックなものに見えてしまう、だからこそ批判を浴びる、そして親子の関係とかいろんな長い縦軸の感覚をまだ日本人が持ってるから、秋篠宮家自体にもね、あるいは皇室自体にもその批判が及んでいくということを、まあ、この愛新年の殿下はもう全て盲目になってしまっているという、もう私は仕方ないと思いますけど、こういう非常に残念な状態がね明らかになったら、私たちはそこの本質をちゃんと見とかなきゃいけない、いい悪いとかね、あだこうだ非難するんじゃなくて、これがまあ一つの人間の姿だがいいと、自分の思いを貫かせるのが一番いいんだという人もいるけども、私たちはじゃあ親はどうだろう、自分の時間使いたいように子供のためにね時間を割いて働いたり、例えばお母さんだって赤ちゃん産んでね、例えばシングルマザーになってしまう時だってあるじゃないですか、その時遊びたい、自分の読書もしたい、いろんなことあっても子供をね育てなきゃいけない、ご飯食べさせなきゃいけない、こういう時死に物食いでやっぱり働く、こういうことってあるじゃないですか。まあ自分の人生を貫けると思う人はね、それ自分の思う通りに生きることはいいかも分かんないけども、そういった義務とか重荷をやっぱり我々は背負いながら生きてる、これは皇族皆さん全てそうですよ。まあだからこそ左翼とか反皇室ね勢力がそこに目をつけて秋篠宮家を叩きまくってる、天皇になる資格がないとかってのは、これ狙いはね秋篠宮家の攻撃じゃないんですよ、皇室の解体破壊なんですね。でそれを残念ながら内親王殿下ご自覚がないんじゃないかと思うね、はい、その残念さ、で皇族というのは自分のために生きてないという、まあ、少なくとも本音というか建前、これはずっと貫かれてきた、でも今回でこれ具体的にね、はい、ことになると思います。それからもう一つ、皇族の、ね、離れて皇籍をでその親子と暮らし始める、だからこれこの間も言ったように姑と姑の関係とか、もっと言えば経済的な関係とか、こういうことがどんどん起きてきますよ。それから周りからも鵜の目鷹の目、もう人の不幸はもう本当にね、もう最高のご馳走みたいなね、これまあ、一般論で言えばこういう親にも祝福されない、皆さんからも祝福されない結婚っていうのはあんまりうまくいかないですよ。これはもう統計的に見てもそうだから、はい、でそうなった時もうどうなるんだと、うんうん、ね、そうですね、でもうしっかりね小室圭さんが守ってくれればいいけど難しいなと、それから小室
母がね、はい、なんと言いましたっけ名前あれ、佳代さんね、うん、この人がもうトラブルマンでしょ、あっち訴訟したりこっち訴訟したりね、こういう人とねなんか扱いにくそうな、で家族がいろいろ自殺したりとかね、いろんなことがあっていろんなことをやってる家族ですから、そのまあ箱入り娘とは言わないけども、まあね、御場日傘で育てられたはずです、厳しかったかもわかんないけど、こういう世間知らずのね娘さんがそういう形になったらどうなるかっていうのはなんとか見えるんですね、はい、誰でも世間の人は見ると思います。何よりも私は皇室が貶められること、これによって私が優先している人がいるんだという、もう始まって以来とんでもないね建前はみんないろいろあったと思います。こういうものが国民にやって皇室解体の第一歩にね、サイクとかそういう中共やいろんなアメリカの GHQ から始まった流れがね、そこに行かないかと心配するんですけどね。そうですね、なんか小室さんへの愛も愛ですけど、うん、やっぱり家族に対する愛も愛であって、うん、小室さんと過ごしてきた時間よりもはるかにもう何十倍と長いわけですよね、うんうんうん、それでやっぱり自分のその皇室に対する愛とか、うん、皇族に対する愛とか両親に対する愛とか、やっぱりそこを自分だけが責められるならまだしも、うん、やっぱり全体が責められるっていう批判される、うんうん、平気かなと思ってね、うん、よく平気だなというね、もしそういう立場になった時にこれは自分だけの問題じゃないなって、やっぱりこうもう30超えられてるからね、うん、はい、本当に恋は盲目というかね、うん、あれですけどね、それとやっぱりね皇族教育というのはね、これから今久々に親王殿下もそうですけど、やっぱりきちっとね特別なね学友制度みたいなものを含めて、あまりこうね一般の人と同じ教育をするとかね、そういうことやったら両方とも不幸になると思いますよ。皇族で生まれたというのはこれ運命だし、誇りでもあるけども重荷でもある、こういうものを引き受けいただいている、だからこそ旧宮家でね藩兵制度、つまり旧宮家がサポートするね、でそこからもう今までも歴史もそうだけど600年昔遡っちゃうのかっていう人いるけど、そうじゃなくてそこの旧宮家の女性とか男性から呼ぶというね、男性じゃない女性をね産んで結婚なさってつなぎを作っていくという、はい、こういうようなことももうやられてるわけでね、愛こそは全てではないですよね。やっぱり最初っていいところばっかり見えてて、うん、一緒に暮らしていろいろとこう生活する中できっと、ね、うん、大変なこと嫌なこと見えてきて見えるから、ね、現実を、ね、目の当たりにした時にどうされていくか、その時にやっぱり祝福されていたらいろんな助けがあって、うんうん、でみんなで生きてるっていうのが ね分かってくるんですよ。どんどん孤立なさっていく、うん、となるとそれこそ不安心配ですよね、うん、やっぱりね愛こそは全てと言いますけど、その対個人ね恋人だけへの愛じゃなくて、うん、親への愛、おじいちゃんおばあちゃんへの愛、あるいはね他の兄弟親戚への愛、地域社会ね、うん、先祖、これ普通の一般の人間でもそういうのあると思うんですね。そうですね、そういう中の一番メインにはなるだろうけども、夫にするっていうのはね、だけどやっぱりそれもよくね我々が披露宴をやるっていうのはそういうとこですよ、みんなにみんな友達や同僚ね、仕事仲間集まってもらって、今日この2人は新たに出発しますということをまあやるわけですけども、それ考えるとね結婚というのも一人だけの問題じゃないんだよと、ね、もっと生物学的に言ってもそうじゃないんです。だからこそ特に選ばれた大変なね、皇族というご家庭だからということですね。さあどうしたらいいですかね。ねえ、いやー何とも言えないですけれど、もうだから、やっぱり正直な話、はい、痛い目をね、見てもらうしかないと思いますね。もう平民になってね、うん、痛い目を見てこんな自分が間違ってたってことをね、自分で了解する、うん、ね、ただ私たちは思うのは変な話出戻りとかあるじゃないですか、よくね帰ってきた時迎える
お父さんお母さん家族で会ってもらいたいし、国民としてもね、誰でもこういう間違いする、離婚だって別に誰もしたくてするはずないんで、まあもう最初からそんなこと言っちゃいけないけども、苦労した時放蕩息子の帰還というのは聖書にありますけどね、あの帰ってきたらね、まあ迎えてあげてもらいたい。あの昔ねフォークソングのねあれにありましたよ、 妹っていうね歌で、妹よっていうね、だけどお前はもう今日からあの俺の親友のところへ嫁に行くんだから、どんなことがあっても我慢しなさいと。でも最後に言うのは、でもどうしてもどうしてもダメだったら帰っておいでと、あのここをねやっぱりね、秋篠宮皇嗣殿下なんかもね、自分の娘ですし、妃殿下もね、そう自分の娘でお腹痛めた子ですからね、で国民も何か失敗をしたらね、でもやり直せるんだよ私たちの国はと、いうことでね、まあもう失敗するよって私は予告するつもりないけどね、もうね、まあ、普通の状態で言えば大体失敗しますよこれ。そうですよね、なんかいかないですよ国民としても、うん、嫁ぎ先にはこう不安なところですから、そうそう、ね、はい、もし私が、ね、うん、まあ、この内親王殿下のお友達だったとしたら、うん、目を覚ましてって言いたいですけどね、ということですけど、まあね、もうそうなっちゃってるからね、もうそうなってしまう、痛い目あってこそしかわからない、うん、でもその時だと思いますよ、はい、家族の本領というのはね、お帰りなさいと、バカだねあんたはって、でもね、でも兄弟だよと、まあ、つまり、ね、家族だよと、うん、言ってあげられる土産でもあってもらいたいしね、そういうことっての人間ありますからね、ただこれがプラスの方に、過去内親王殿下のね、あるいは久親王殿下、そういう意味でのね、ことだと思います。本当に後ろ足に砂でね、後ろ足でね、まあ、引っ掛けるような形でね去っていったとしても、立つ時後を濁しまくってもね、でも放蕩息子が帰ってきたらお帰りなさいと、これが日本だよというのを、まあ、国民もそうですよ、なんかうまくいかなかったらバカななんだとか言ってんじゃなくてね、もう行きますから、うん、あの内親王殿下だから、帰ってきた時優しく迎えられてあげるか、分かればいいんだよと、うん、みんな勉強しながらその次行くんだからというね、失敗はありますからね、うん、というようなことでね、うん、迎えてあげたいと思いますね、はい、はい、というようなことで、題名は冒頭に言ったね、はい、愛は全てか、ね、はい、小室母子に見る、うん、ということであります。以上です。ありがとうございました。